大自然やな。駐車場もこんなとこ別荘がええな。こくの何年ぶり、忘れたなあ、うん、3回目か。3回目着きました。店前にも何台か止めれるのか。一応向こうとか竹やぶやもんなすっごい場所やん。超隠れ家やな。別荘やん、山の小屋や。入ります。はい、はい、予約してた、こたつはんです。あ、はい、どうぞ。すいません、こちら上まで靴で。これいいですか、はい、靴でも。はい、でここで脱いで靴箱に。はい、はい、ありがとうございます。二人やったらこの席がいいな。いいな。なんかバーベキュースペースみたいなもんで奥に。バーベキューできんの？いや知らんけど、なんかそういう雰囲気の。通常サイズが直径28センチ。S サイズで22センチ。みんなそれしたら、ほな、いろんな種類。トマトベースと、はい。で、トマトソースを使わないピッツァ。はぁ。がいろいろあって、って感じか。トッピングとかもあって、デザートもあるよって。S サイズのみは人数分の枚数ご注文お願いしますよって。ちょうどいいやん、3人。いやらしい話、一番安いので1200円、うん、で一番値段すんので2280円、はい、数量限定、はい、お好きなピッツァにプラスできます。サラダやったらプラス500円、スープセット600円、前菜セットプラス700円。サラダ、スープ、前菜はやる、もう全部。そうそうやけど、デザートえ、だからそうやな、じゃんデザート通じてんのこれ。いや、ちょっと待って、頭こんがらがるわ。これ注文できる人いんの、これ発表してそうや、どうせならこれ3つしたいな。ああ、3パターン、3パターン、3人おるし。サラーメン、サラーメン、はい、S、はい、ゴルゴンゾーラスペシャ ル, シャル、はい、プリマベーラ、プリマベーラ、はい、もう S サイズ、はい、これセットにできますかね、はい、みんな、はい、全部できます、はい、すみません、3人いるんで、サラダセット、スープセット、前菜セット、はい、ピザは1枚ずつ順番でちょっと時間差でお持ちした方がいいですか。それとも一気に3枚揃えることもできる。一緒がいいな。一気に3枚、うん、はい、ちょっとお待ちください。スープセット、そうでサラダセット、前菜セット、これがいい。これえらいおしゃれやな。そうそう、おいしい、おいしいよな。このスープの満足感すごいね。スープいいな。やろう、スープがいいわ。確かにスープセットやな。これいいな、うん、
これで S サイズやね。へー、大きいね。なるほど、これじゃいけんなし。いやー、ちょっと今でうわ、すげえ。食べられるかな。いやー、美味しそう。うん、これ食べられるわ、みんな。おいしい。おいしいな。もはや耳がメインかなって思うぐらいおいしいよな。これビジュアルやばいな。これすごいわ。 どうやって入れたらいいの。入りや、ちゃんと。うーいしょ。食べる前にな、おこげのいい香りがすんね、うん。ね、もっともっとな、こう食欲を注いでくれるいうか、美味しいわ。食べんでも。フレッシュ系やな。そう。これはこれでありやん。これいく？いくいく。蜂蜜かけるやつ。ほら、蜂蜜かけてくれ。はい、ちょっとでいいね。あ、ちょっとでいいね。ありがとうございます。はい、どうぞ。うん、このチーズあんま好きじゃないんちゃう？こんなことない。あ、そうな、この風味大丈夫？うん、大丈夫。どれが？ああ、これが昔の人やねんな、やっぱり。もう分かりやすい。分かりやすい。もうピザっていう。ラーメン。カレー。そうそう。カルビ丼。そうそう。ひねりがいらんねんな。いらねえ。もうスパゲッティは世の中にナポリタンしかないよ、思たはるぐらい。私ナポリタンは。ああ、一番好きな、うん。昔の人間やけど。いや。そんなに言わんと。美味しく食べよう思ったら、ほんまに随時来た方が、コースみたいに食べた方が多分、いや、出来立てで美味しいわ。ピザとピッツァの違い何か知ってる？そんなあんの？ピザは具材を楽しむもの、ね、ピッツァは生地を楽しむものだし、これはピッツァやから生地を楽しむ。あ、ありがとう。そういう違いがあるんだ。あんたに教えてもらうなんて。ピザはアメリカ、ピッツァはイタリア。最近知ってる。どっち行ったらええやろ。どっちもまだ行けへんわ。どっちもいいとこ取りしたいん。L、L サイズ。これ XL。まだそんな大きいの着てるの？オーバーサイズがおしゃれかな。え、今流行ってんの？流行ってる、まあ、まあそういう着こなし方な。女の人とかでも大きめに着てってあんで、ズボンの中にインする。だから今流行ってるの？流行ってるというか、まあ好み。QR。僕も YouTube 撮れんの。そう。飛んでどうなんの？いや、だから、別に飛べるってだけ。なら、いや、あれなんやろうって思ったら、道端の人がそれ QR パッて。誰が知らん人もシャツに QR 読み込む。いやいや、遠くからできるやんか、そんな大きかったら。こっちがずっとしばんやんか、まあ、狙いしたら、ずっと。いや、でも、そんな人いるかもしれんで。思ったところでチャンネルに飛ぶだけやし。デザート3種類、ティラミスとパンナコッタとソルベが、青リンゴと、あとカシスとブラッドオレンジでお菓子みたいな。ありがとうございます。これがティラミス、うん、で、パンナコッタ、うん、で、青リンゴ、綺麗な色な。あれパンナコッタ、あ、パンナコッタこれ、そうそう、でこれがカシスとカシス、嘘やろ。絶対ちゃうやろ。
カシスとカシスじゃない。薄いカシス。ここんな滑らかなティラミス食べた初めて、うん、美味しいわ。失礼します。失礼します。そう。はあ、なんか気持ちいいわ。いや、晴れ晴れするわ。